皆さんこんにちは、銀座山形屋ブランドの横川です。今回はこの夏を快適に過ごすための2着を、オン・オフ・リモート、それぞれのシーンに向けて4つのバリエーションでご紹介させていただきます。まず1着目、この春ニューノーマル時代の仕事服としてデビューしたユーティリティ、3つのタイプバリエーションがありますが、極めて薄く、そしてすごく柔らかいをコンセプトにしたライト。こちらをイタリアらしい柔らかい仕上がりと優しい光沢感のマルラーネの生地。こちらを掛け合わせたセットアップスーツでご紹介いたします。上下スーツとしてタイドアップするビジネススタイルと、ジャケットのみを着回して着用するリモートワークスタイルの2つのコーディネートでご紹介させていただきます。そして2着目。2着目はこちらですね。夏のオールラウンドジャケットとして、アイビーブームより、長らく愛され続ける大定番、コードレーンジャケットをご紹介いたします。縦の凹凸のあるストライプと、さらっとした肌触りが特徴で、着て涼しく、見た目にも爽やかさと品の良さを感じさせてくれるジャケットです。T シャツやニットポロのコーディネートからタイドアップまで幅広く着回しの効く万能選手でもあります。こちらを、クールビズにも対応したライトビジネススタイルと休日スタイルの2つのコーディネートでご紹介させていただきます。それではよろしくお願いいたします。はい、それでは1着目です。ユーティリティライトとマルラーネプロテクターの掛け合わせによるセットアップスーツのご紹介です。ご覧の皆様の中では、新型コロナウイルスの影響でオフィスへの出社が減ってしまっているですとか、ビジネスシーンの脱スーツ化でスーツにセットアップの機会が減ってしまっているという方もいらっしゃるかもしれません。ただそういった場面が要求されるということも確実にあることだとは思います。またその夏の暑い季節にこういったことを要求されるとちょっと厳しいなと感じてしまう方もいらっしゃるかもしれません。そんな中でこちらの極限まで軽く薄く柔らかく仕立てられたユーティリティライトなら夏のドレスアップも快適にこなすことができます。またこちらの柄のグレンチェックなんですけれども、グレンチェックは上品さや知性といったイメージがある一方で、その反面ちょっと硬い感じになってしまう傾向もあります。ただこちらのブルートーンのグレンチェックであれば都会的で洗練されたおしゃれなイメージも醸し出すことができます。またこのユーティリティライトの持つ適度な抜け感と程よくミックスされて今っぽいムードの顔も見せてくれるようになってくれます。でこの合わせました V ゾーンですね、こちらの V ゾーンなんですけれども、V ゾーンの方は、クレリックシャツとアーカイブ調の小紋体で伝統的なブリティッシュコーディネートで合わせております。ただポイントとしてはこちらの明るめのトーンのプリントタイ、こちらを合わせることによって暑苦しさのない軽やかなイメージを作ることに成功しております。それでは2つ目のコーディネートのご紹介です。2つ目のコーディネートは上着のみをジャケットとして着回して着用したリモートワークスタイルです。グレンチェックのジャケットは上品な大人らしさを演出するだけではなくて着こなしのアクセントとして幅広く活躍のできるアイテムです。またこのユーティリティライトのジャケットに関しては見た目よりも薄く柔らかく仕立てられているためにリモートワークの際画面の向こう側にはきちんと感を演出しながら画面のこちら側ではリラックスした着用感を楽しむことができます。そういったことでこちらのユーティリティライトジャケットはリモートワークにうってつけのジャケットであるというふうに思います。でインナーには麻素材のシャツをさらりと涼しく合わせました。その色合わせは、サックスをコーディネートして綺麗なグラデーションを構成しております。ボトムには、ネイビーと抜群の相性を見せる白パンを合わせました。全体でコントラストの綺麗な合わせになりますので、モニター写りもすごく綺麗になりますので印象度のアップも期待することができます。それでは2着目になります。2着目は、
夏のオールラウンドジャケットとしてコードレーンジャケットをご紹介いたします。まず一つ目のコーディネートとしまして、ニットタイとコットンパンツで着こなす、アメリカントラッドな雰囲気のライトビジネススタイルです。上半身は V ゾーンも含めて、白ブルーを基調としたコーディネートで、爽やかで清潔感のある配色を構成しています。でシャツは、ドライタッチの服地に合わせたさらりとしたリネンシャツを合わせます。でポイントはニットタイになります。ニットタイは少しカジュアルな印象のあるアイテムでありますけれども、素材感のあるコードレーンのジャケットならばご覧の通りうまく溶け込ませることができます。そしてこのニットタイの独特の透け感は涼感や軽さを乱して適度な抜け感も表現してくれます。ボトムはスポーティーにコットンパンツを合わせました。こちら全体としてはクールビズを意識したコーディネートになりますけれども、クールビズの目的とは夏を涼やかに過ごすことであって、ネクタイを外すということや半袖になるということだけではないと思います。ぜひタイドアップで涼しく見せるというこのようなコーディネートにもチャレンジしていただきたいと思います。はい、それでは2つ目のコーディネートのご紹介です。2つ目のコーディネートは半袖ビズボロとリラックスパンツを組み合わせたオフタイムスタイルです。インナーのビズポロはビジネスカジュアル芯を問わず着用することができます。合わせたボトムはストレッチ素材と後ろゴム仕様で仕立てたユーティリティクリーンのパンツになります。こちらこのゴム仕様ですね、はい、でこちらのパンツは車や飛行機などの移動で長時間着用しても楽々です。ウエスト周りを圧迫することがありません。で今年独特の状況かもしれませんが、涼しい避暑地で仕事と、バケーションを両立させるワーケーションにも適したコーディネートとなっております。このように幅広いシーンで活躍できるコンフォートスタイルです。以上この夏のおすすめのコーディネートをご紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。